はい、どうも、こんにちはです。今回ですけども、モーグリニャンっていう、チョコボニャンと、まあ、対になるようなやつですね。まあ、FF の、そのモーグリニャンゲットできるクエストを受けてみようかなと思います。受け方なんですけども、モクノームの森っていうところに、気を揺らすイベントがありましたよね、前に。なんか力持ちとか気を揺らしてくれるみたいなんで、気を揺らしてたら、モグノミっていうのをゲットできるんですよ。たまに。で、そのモグノミを持ってたら、モグノミ持った状態で、モクノーム行ったら、このイベントが発生します。だから、モクノームの森で気揺らしてモグノミゲットして、まあ、もう一回ここに来たらイベント発生みたいな感じと思ってください。秘密基地から行けるとこですね。モクノームの森って言ったら秘密基地から上に行ったとこ、 USA の、そんな感じです。でこのイベント発生です。ああいいね、かわいいな。でもどこから、うえ、来た。何これ、妖怪クッポ、モグリで呼んでくれクッポ。もう初めからもう猫なんや。モーグリニャンいいね。ええー、な、チョコボニャンとモーグリニャンのセットやで。FF からこんな来てくれるとは思うんよな。一応俺ちと同じ猫系妖怪だ、みたいだにゃ。猫妖怪みたいだにゃ。クッパー、こいつ魔法系やなって絶対な、モーグリ。クン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 。どうしたの、いい匂いがするクッポ。もしかしてクッポの実持ってるクッポ。あ、そういえば持ってた気がする。よかったら食べる、はい、手渡した。クッパ、中も入れ、もう。速攻中も入れ、お前。うん、美味しかった、クポ。もぐっち。クポの実大好きなんだ、クポ。ありがとう、クポ。どういたしまして。なんで行くぼ、俺は光、こっちがジバニャンで。うん、私は完璧妖怪羊のウィスパーで、ウィス。ダサい名前、クポ、うん。そんなことで光、お願いがある、クポ。仲間を探すの手伝ってほしい、クポ。とっても困ってるクポ、お話聞いてほしいクポ。お、来ました、ミッション。よ、クポ。どうしたの、この森でかくれんぼして、あー、かくれんぼか。でもどれだけ探してもみんなが見つからないクポ。もう潜っての負けていくクポ。みんなを探してきてほしいクポ。あー、この森めんどくさいからな、かくれんぼしたら。お願いクポ。5匹の仲間を見つけよう。オッケー、まあまあ、チョコボの時と同じですね。ん、大丈夫ですかね。よし、行こう。モーグリは身につけた。発生。なるほどね。うざい系のミッションですね、これはまあ。広いからな、これ。おるやん、早速。おったー。見つけていくぼ。簡単におった、普通に。一匹目近いとこおったな。超近場やん。てか、これ。あれやな。結構見渡しながら行った方がいいかもな。この中におるっぽいな。こいつ何や。あ、おったおった。まあ、ここがスタート地点ね。んで中入って、あれ、あ、どっから行くやん、これ。てか、下からか。ペペッペン。こっちからですね。視点がすげえ見づらい。どこおられるんですかね。まあ、見ながら行った方がね、見回りながらな。まあ、このさ、森の中でしょうね、いるとしたらね。間違いなく森の中。お、だから僕や。取ってなかったか、この辺。ボロボロの森、しょぼいな。あと5匹おるわけやろ？一瞬で見つかるんや、このすぐにな。すぐに見つかりそうなもんやけども、ややこしいな、これ。でこの方におるんじゃん。あ、なんかあった。何あれ、おった、2匹目。おーい、クッパー、お腹減ったクッパ。もう持ってないや。オッケー、
危なクポの実がなかったら無理やとか言われたらほんまこうやってどつきましょうだけどな。危なかった。なにこれなにこれ。あ、キュッピーかよ。ピーちゃんかよ。でで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 うん、他おらへんかな。おらんな。どこおるんやろ。めっちゃ損傷しとるやんけ。チッ。これ結構だるいミッションの一つやな、多分。ああ、おらんぞ。この時間の中だけじゃないっぽいな、これ。結構バラバラにおるっぽいな。な、最初らへんとこにもおるんかも、モーグル、もしかしたら。木の森なんか全部が範囲やとしたらそう考えられるな。OK、じゃあ、こういうスタッカーとかも見ていきましょう。一応いるかもしんないね、こういうところに。わからんけどな。一応見て回るか。いないっすね。どこらへんか、モーグリ。出てこい。モーグリさん出てってくれ。おらんな。よし。まあ、じゃあこの辺いなかったんで、多分ここにはおらんと。こっちは？おらんな。大丈夫やな。オッケーオッケー。あと3匹もおるんか。なんやこのコイキングみたいなやつ。あと3匹た。3匹た。3匹と。まあ、この上降りそうやな。1匹な。正直。あ、行かないと思うやん、これ。行けんのかい。え？どこらやと3匹。こっちか。この霧がないところにおるんかな。あ、ここめっちゃ時間あるやん、まだ。あ、絶対この中おるな。探すか、とりあえずな。まあ、この辺でしょうね、どっかいるで、いるとしたらね。よし、してる。とりあえずね。あ、おった！オッケー！ 3 匹目。見つかってこう。ペッパー！どうしたの？忘れてもらうどっちか。わからない、クポ。あっちのだよ。行ってみる、クポ。大丈夫かな？オッケー！あと2匹。お、宝箱。術秀。術秀はね、いいですよ。わかりにくい人おるね。多分すぐ近くには多分おらへんよな、こういうところには。ちょっと若干離れたところに多分おる。うっすらこれね、マップね、見ようと見れるんですよね、通れるところ。ほんうっすらですけどね。ほんとに。多分この辺におるはず。どこだ？どこですかいな？おらんな。ホイキング。もう一匹おりそうやけどな、この辺に。おらんか。いないですね。じゃあ、ここ終わりか。おー、結構少ないな。どこおるんやろ、ほんま。って感じではあるよな。痛い。痛い。モーグルどこんねん、あいつほんま。このミッション結構あれやな。むずいな。おった。ん？おった？さっき。隠れとるパターンなんか、それとも全然隠れずに普通にパーンとおるパターンもあるんか。あ、待って待って。結構おらへんな。グリニャン。グリニャンいないですね、結構ね。探しますわ、まだ。こっちかな。こっちかは敵か、こいつ。アップ。この辺もおりそうやけどな。この辺おってほしいけどな、1匹ぐらい。あと2匹。うぅ、ネガティブみたいなやつおる。なんかおるんちゃうこっちの方もさ。おらんな。どこにおるんだ？グリオちゃん。あ、グリオマジおらへんぞ。あと2匹。2匹もおる？おった！普通におった！
まあ、結構普通におるやつもおるんやな、やっぱ。お、熊の縫いぐるみみたいな、こいつ。楽しそうに。見つかっちゃくぼ。って隠れてないよね。隠れるの忘れちゃったくぼ。かわいいすぎか、お前は、ほんま。持って帰れ、ほんま。隠れる気あれへんね、こいつも。こういう堂々としたやつもおるから。で、この近くにはもうおらんと。じゃあもうこっちやな。こっちで、ここは、この森、やっぱ怪しいよな。お？おったー！来たー！ペポ？あ、さたくぼハマっとんか、こいつお前。出られなくなっちゃった、クポ。えぇ？ほら、出したら出したら、ほら。スポ。よっしゃー、終わったー。いやー、長かったですね、結構ね。よーし。行きましょう。ふいふい。めっちゃ近くおったな。よくよく見たら。案外見えへんもんやで。すごいクポ、ありがとうクポ。お、来た！いいね。マグリニャン。モグリニャン。おー、いいですね、こいつは。キツネコ。まあ、キツネと猫かけたね。キツネコですよ、こいつは。鳥猫のならぬキツネコ。オッケー。これから遊ぶクポー。どんなやつなのこれ、能力。モグリニャン見つけた。クリア。ちょっとめんどくさいんですけど、まあ、わかんない人はこの動画参考にしてもらったらと思います。場所ね。よかったー。グリーンマンゴー、グリーンマンゴー。ルーレットブローネッシュ。ケケちゃんめっちゃくれやん。ちょ！来た！やったー！いいねー。超経験値玉結構でかいで、8000経験値入るって結構でかいからな。普通に。見ちゃおうか、じゃあ。妖怪見たら見ちゃおうか、見ちゃおうか。なあ、まあ、魔法系やと思うけどな、多分。あ、よっぽ、揚力やな。揚力と素早さ、モグパワー。自分の正面にいる妖怪の揚力をアップする。はあ、今日変わった特技やな、これ。レア妖怪。ランク A。まあ、同じですね。お、こいつ極楽やん。ファンタジー感溢れる大爆発で、範囲内にダメージ与える。ほう、究極魔法、アルテニア。モーグリパワー。モーグルの補助魔法で揚力大アップする。お、すげえ、こいつ。揚力、大アップや、しかも。取り付き。しかも、極楽持っとるやないかい。うわ、これ極楽ってことはさ、マイニャンに極楽のやつ持たせれるやん。こいつ下手しい、こいつやればさ。うわ、これマイニャン、回復役できるぞ。ひぃー。うわ、これそう考えたらあれか。マイニャンあれしとってよかったな。アタッカーマイニャン作るんじゃなくて、回復マイニャン作った方がいいかもな、これ。回復系マイニャン作ったらめっちゃ強いな、だって。どうしようかな。まあ、マイニャン回復系にした方がええっぽいな、ぶっちゃけ。アタッカーはまあいっぱいおるけどさ、回復が今おらへんから俺のチーム。マイニャンちょっと特訓中止して回復目指すわ俺。君邪魔だわ。ダメだわ君。真っ黒ニャン、中止。もったいないけど中止。マイニャン、多分これいけるよな。技覚え。あ、いけた！来たー。揚力素早さ大アップやこれ。いいねいいね。短時間やってこれもうやばいって。めっちゃ怒っとるやん。すぐのビール欲しいなこれ。次のビールどっか売ってないかなこれ。ちょっとマジマイニャンブワー強化したんやけど。はい、とりあえず今回は、モーグリニャンゲットしまして、ようやく回復系が見つかりましたね。一応 A ランクの回復なんで、まあ、そんなに悪くない。極楽術なんで、一番上の回復、ま、あれなんで、妖術なんで、悪くないんで、これは、まあ、モーグリニャン育ててもいいんですけども、俺的にはマイニャンの方が育てたいんで、マイニャンを回復型に今から育成して、まあまあ、ちょっとね、ヒーラーをね、マイニャンに任せていきたいなというふうには思います。マイニャン結構強くなると思うんですよね。多分頑張って育ったら。だから、ちょっと楽しみですね。ここに、そこに関して言ったらね。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。